問が来ています。はい、面白い経験を話してくださいという質問が来ております。はい、とある海外の大富豪の方なんですけど、プライベートジェットで日本に来られていて、で帰る直前、2時間前ですね、2時間前に突然言われたことがあるんですね。何かというと、カルピスウォーター500本を今すぐ用意してくれ。今すぐといっても2時間後に飛行機乗って旅立つ人に今すぐはもう2時実質ないんですよね。その時東京でその話を伺って、空港は成田空港でしたんで、成田空港行くでも1時間ぐらいかかりますので、実質行きながら500本用意するしかないっていうことになりましてですね、どうしたかっていうとですね、もう関係者、執事からメイドさんからもう総出で、もうありとあらゆるコンビニをローラー作戦なんですね。で、カルピスウォーターありますか、カルピスウォーターありますかっつって、なんでこんなカルピスウォーターみんな買ってくんだろうと思いましたけど、多分思ったと思いますけど、コンビニの店員さんはそれでも行く先々のカルピスウォーターを買い占めてですね、なんとかですね、集めてそのお客様にお届けして、お客様その500本をプライベートジェットに詰め込んでですね、帰っていきました。でこれは何かっていうと、カルピスウォーターがお好きだったんですよね。でこれはその方の国ではカルピスウォーター売ってなくてですね、ぜひ国で飲みたいと。でしかもこの方はですね、実は自分のわがままのためにカルピスウォーターを用意してくれって言ったんではなくて、本国、自分のね、国の方で、児童養護施設のようなところをですね、ちょっとご支援をしてまして、その子どもたちに飲ませてあげたいなと、こんな甘酸っぱくて美味しいものはないというので、そのカルピスウォーターを持って帰りたいという、愛情の一つとして、こういった依頼をいただいたということですね。でこういった無理難題とかね、結構無茶かなと思うんですけど、やっぱりその裏側にはね、お客様の思いであるとか愛情であるとか、そういったものも隠れてますので、ご要望を叶えるためにですね、やっていかなきゃいけないなと、このカルピスウォーターを飲むためにいつも思い出します。カルピスウォーターってちょっと話の中に出てきましたが、これは決してカルピスウォーターの案件とか宣伝ではございませんので、そこはご了承いただければと思います。